さこやき丸さんの作品を紹介します。編作よろしくお願いします。まずこの漫画をみんなと見ていきましょう。1コマ目、最高はクジマの満点。わーすごい、満点だって。やっぱりキジマさんだ。主人公の女の子は成績優秀みたいです。2コマ目、もっと踏めて。主人公の女の子はいい成績を取ることに誇りを持ってるみたいですね。3コマ目、この問題は普通は予言定理で解くんだが、高原がなんと平面ギガで解いた。なんと学校で習っていない数学の解き方をした生徒が出たようです。4コマ目、高原ってあのチャラ男。素晴らしい別解で驚いた。この男子学生が先生も驚く解き方で計算問題を解いたみたいです。5コマ目、高原くん出敵。高原やるな、すごい。満点の私を差し置いて授業でやってない解き方。6コマ目、見過ごせない。7コマ目、すごいね、さっきの解き方塾で習ったの。いつも成績優秀な主人公は自分よりもすごい問題の解き方をしたこの生徒が許せないみたいです。という漫画のワンシーンを送ってくれました。俺のアフレコが下手なのは許してね。漫画添削の中で俺アフレコすんのが俺の一番の楽しみなんで、自分なりに感情を込めて読ませてもらってます。今回送られてきた漫画もすごく上手です。まず僕がいいと思ったところを伝えていきます。この主人公がいいですよね。すごく主役らしいです。この漫画の中で一番大きく顔が描かれているのは男性のキャラクターですけども、このちっちゃい顔のこの女の子が主役だってことがわかるじゃないですか。絵が小さく描かれていてもこのキャラクターが主役に見える理由は2つあります。1つはヘアスタイルが特徴的、これがいいですよね。このピンピン跳ねてトーンとベタがこう入り混じったようなこの髪型がすごく特徴的で、一度見たら忘れないようなインパクトがある。他のキャラクターと明らかに違うっていう感じが一目で見てわかる、これがいいですよね。それと2つ目はこのキャラクターの性格がすごく伝わってくる。自分が成績優秀であることに誇りを持っていて、いつもトップでありたい、自分が学校の勉強で負けるなんて許せないっていう感じがビンビン伝わってくるじゃないですか。この1ページでこの彼女のプライドの高さっていうものが伝わってきますよね。主役が主役らしく見える、これ意外とできない人が多いんですよ。この人ね、漫画力が僕高いと思いましたね。漫画力と画力って違うと僕は思ってるんですけど、画力というのは絵が上手な人です。漫画力っていうのは伝えるのが上手い人、それを僕漫画力って表現すること多いんですけども、この漫画で伝わってくるのってこの主人公の悔しさ、わなわな感っていうのがめちゃくちゃ伝わってくるじゃないですか。うわーん、あいつの方が勉強で目立ってる、くっそーっていう感じがすごい伝わってきますよね。この漫画にはもちろんこのページの前の物語とこのページの後の物語があるんですけど、だけどこれ見るだけでこの漫画の全体像が結構見えてきますよね。これが素晴らしいと思います。そういうところを僕漫画力っていう風に表現させてもらってます。漫画力っていう部分で僕がね、地味にいいなって思ったのがこのコマの震えてるところです。最近ねこういう風な表現できる人少なくなってきてるんですよね。これって顔が見えてないじゃないですか、主人公の。だけども体が震えていて右手をグッて握ってることでわなわなっていうか悔しさみたいなものが伝わってきますよね。感情が伝わってくるじゃないですか、顔が描いてないのに。これは僕漫画力が高い証拠だと思います。みんな感情を表すって言ったら顔のことは考えるけれども、首から下の動きに感情ってあまり考えないというか、考えられる漫画家が減ってきたっていう表現した方がいいか。本当は人間の感情っていうのは動いたら肩とか拳とか変化が出てくるんですよね。この方はこういう表現ができてるっていうのは僕はすごく伝える力があるなと思いました。あと漫画力って何かっていうのがこの3コマ目が分かりやすいんですけど、この3コマ目は正直画力っていうのはないです。パースもおかしいし、
地面に机が立ってないというか、この角度がね、この角度が、机の角度がおかしいし、それからこの先生に対して黒板が小さすぎるというか、低すぎるというか、本当はもっと黒板の高さが高くって大きくないといけないんですよ。教室の黒板だったら。あと、この先生の腕もね、なんか長すぎるっていうかね、この曲げてる腕が。だから正直画力はないんですよ。だけども、伝える力はあるんですよね。伝える力って何かというと、先生が今学生たちに勉強を教えてるんだっていうことは伝わるじゃないですか。だからそこが漫画力っていう部分です。だからこの方は漫画力はすごく高くていらっしゃいます。このままでもかなり優秀な原稿だと思うんですけども、どこをどうすればもっとレベルアップするのか、今回もネームを書くことで見せていきます。はい、ネームを書いてみました。本来ネームというものはこれぐらいラフな絵柄で書かれるものなんですけども、これでは動画を見てる視聴者さんが漫画になった時のイメージがしづらいので、こちらはちょっと絵を多めに描いたものを用意させていただいてます。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。こちらの漫画原稿ね、今でもかなり優秀だと思うんですけれども、僕が気になったのは画力なんですよね。漫画添削動画はイラスト添削動画とは違うので、僕あんまり絵のことは深く触れてないんですけど、いつもだけどここまで漫画が描けるのであれば、これに合わせて画力っていうのもアップしてほしいんですよ。漫画が上手いだけに絵の下手さが目立っちゃうかな。絵を描かない人が見ればもうこのままでも十分上手だと思うんですよ。だけどもそうだな、この顔がすごくいいだけにそれ以外のところが気になっちゃうんですよね。主にやっぱり体というか腕というか、体が出ると腕がおかしいんですよね。この長すぎるように見えたりとか、指があんまり綺麗に見えなかったりとか、肩がおかしいとか、背景が狂ってるとかね。ここまで描けるんだったら絵にももうちょっとこだわってほしいっていうか、例えばね、この人他のページも送ってくれてるんですよ。これこの漫画の1ページ目なんですけども、ここに書いてある学校の絵、校舎の絵と、ここのページの校舎の絵が、あ、教室ね、教室の中の絵が全然クオリティが違うんですよ。これはおそらくなんかのはめ込み合成っていうか、学校の素材から持ってきたんだと思います。それをポンと当てはめたんだと思うんですよね。こっちかは自分で描いたんだと思うんですよ。そのはめ込み合成の背景と自分で描いた背景がこんなにレベルが違ったら、かえって作者の絵の下手さを読者に伝えることになっちゃうって言ったらいいのかな。だって今もうクリスタとかで背景とかはめ込んでるっていうのみんなもう知ってるじゃないですか。で、僕それ悪いとは思いません。そういう便利なものがあればどんどん使うといいと思うんですけど、場所とか角度によっては素材がない場合もあるじゃないですか。その時に、まあ、自分で描かなきゃいけない場面がこういう風に出た時に、その素材とあまりにも画力が差がありすぎるとかっこ悪いというか、要するに原稿のクオリティが安定してないというか、丁寧だったり雑だったりっていうのが差がはっきり分かりすぎるとかえってかっこ悪いと思うんですよね。そういうところが僕気になりました。まあ、こっちの原稿も同じなんですけどね、やっぱり体が変だったりとか、背景自分で描いてるとこは変だったりとか、だけど時計ははめ込みだと思うんですよ。これとの差が全然違うっていうか、漫画家もアシスタント使って漫画原稿を描いてますから、いろんな人の手が加わってるんですけども、わかんないじゃないですか、プロの漫画原稿って誰がどこ描いてるか。だからそういうクオリティの安定っていうものを意識してほしい。さっき僕スピード感があっていいっていう風に褒めたんですけど、そこはすごいいいんですよ。勢いがあって力強くって
すごいいいんですけど、雑なんですよね、全体的に。書き殴ってんのがバレるっていうか、例えばこれ1ページ目なんですけども、下手に見えるじゃないですか。このガリガリの周りも白く縁取りしてたり、縁取ってなかったりとか、人物よりも、この書き網の硬化線の方が太くって、人物を埋没させてるとか、最初からこの人、丁寧に書いてないなって感じがすごい見えちゃうんですよね。あとこの枠線がめちゃくちゃ太い、これ1ページ目でこれ3ページ目で枠線の太さが違うんですよね。こっちが太くって こっちも結構太いけど、でもこっちはもっと太い。でこれ同じ漫画で同じ世界のはずなのに、枠線の太さが太くなったり細くなったりとかするっていうのも、クオリティが安定してないっていうか、仕事が安定してないっていうか、枠線の太さ決めてないんだっていうのがバレちゃうところだと思うんですよね。だからこういうところが、この方はちょっとこう全体的に雑というか、書き慣れてるんだと思うんですけども、絵が上手い人が手を抜いたらすぐにバレちゃうので、こういう風なところが僕全体的に気になりました。次に気になったのがこの男性キャラクターです。このキャラクターが、え、高原ってあのチャラ男って言ってるんですよ。だけど僕これがチャラ男に見えないんですね。どっちかっていうと少女漫画に出てくる王子様タイプっていうか、このおかっぱみたいなヘアスタイルとか手の添え方ですよね。こういうところがどっちかっていうと僕上品なお坊ちゃまっていう風に見えてしまったんですよ。だからやっぱりこのチャラ男っていうのが表現しきれてない。だから僕はパッと見てチャラ男だなっていう感じがわかるようなヘアスタイルにしたりとか、ちょっとこうアクセサリーをつけたりなんかして、不良ってことじゃないんでしょうけれども、まあチャラチャラした感じに見えるようにしました。それが絵で表現できれば、ここでチャラ男っていう言葉を省けるんですよね。そのチャラ男って書いて文字で分かってもらおうとしてることが言葉に頼ってしまってるっていうか、このチャラ男っていうのを文字で書かずに、読者に、あ、こいつチャラ男だなって思ってもらわなきゃいけない部分なんですよ。それを文字で書いてしまってるっていう、小説みたいになっちゃってるってとこですよね。セリフに関しては、まあ、あんまり無駄はないと思いました、僕。無駄がないと思ったんですけど、このチャラ男っていうのがいらないと思ったのと、ここも僕カットしたんですけど、素晴らしい別解で驚いたっていうのは、ここでも説明してるんじゃないですか。その本来ならこういう予言定理で解くんだけれども、平面幾何っていう別の解き方で解いたっていうことはもう言ってるんで、同じこと2回言わなくてもいいかなと思って、僕ここもカットしました。あとはそんなに変わってないんですけど、あ、この辺かな？その他大勢のセリフが多いっていうか、高原くん素敵、高原やるな、すごい、すごい、すごい、見たことない解き方。こんなに文字があったら疎しいので、その他大勢の言葉をもうちょっとシンプルにしました。ただ、この人、プロも使う、すごくいい技法を使ってて、何かっていうと、このキャラクターが高原っていうことが、こんだけ高原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 って言ったら、こいつが高原って覚えてもらえるんですよね、読者に。周りのキャラクターに主要なキャラクターの名前を連呼させるっていうのはすごくいいことではあります。ただこのキャラクターは主役ではないので、脇役なので、ちょっと僕は減らしたっていう感じですね。どっちかっていうと、この高原よりも木島の方を覚えてほしいので、この子が主役だからね。まあ、このページは真ん中のページなので、最初の方に木島木島木島さんっていう風に周りのキャラクターにこの子を呼ばせれば、まあ、この人は木島って覚えてくれるから、このページでそれやってなくてもいいんですけどね。あとはそんなにセリフは僕は悪くないと思います。割とチャカチャカ書いてあるんですけども、この人のセリフってで僕ちょっと面白いっていうか、例えばこのもっと褒めて、これ僕ねなくてもいいと思ったんです。ここもっと褒めてってふふとかでもいいわけじゃないですか。この顔で得意になってるっていうのを伝えることはできるから。だけど僕このもっと褒めてっていうのが主人公の性格を表してるなって思ったんですよね。すごく面白いセリフっていうか、もっと褒めてっていうのが、だから僕それはこのまま使いました。あとこのコマの見過ごせない、これもちょっと僕面白いと思ったんですよね。このシーンで自分だったら見過ごせないっていうセリフ出てこないんですよ。あんまり日常的に使う言葉ではないんですが、この主人公らしいセリフっていうか、彼女のプライドの高さみたいなものを表してるセリフだなと僕思ったので、これもこのまま使わせてもらいました。この人のセリフの選択ってちょっと僕面白いというか、個性的でいいなと思いましたね。いつも僕セリフについては割とカットしたりとか、いらないいらないっていうふうに言うことが多いんですけど、この
方の漫画の言葉選びっていうかセリフのセンスはいいなって思ったところです。あとそうだな、ちょっと難しいこと2つ言いますね。一つは誰に読んでほしい漫画なのかっていうところが僕気になったんですよ。この1ページ目これも一緒に見ましょうかね。これ見ると少年漫画みたいな迫力があると僕思うんですね。だけどこういう感じ見るとちょっと少女漫画っぽいというか、昔の熱血少女漫画のノリがあるって言ったらいいのかな、ガラスの仮面とかみたいな感じのノリって言ったらいいのかな。だからこの漫画は少年漫画なのか少女漫画なのか、誰に向けて読んでほしい漫画なのかなっていうのがちょっと僕わからないなと思いました。少年漫画なのであればやっぱりもうちょっと少年漫画っぽくする必要がありますし、少女漫画なのであればこういう表現っていうのはちょっとやりすぎな気がしますし、で少女漫画にしても、まあ、今風の少女漫画にしたいのか昭和っぽい少女漫画、あえて古いノリというかガラスの仮面とかみたいな時代の少女漫画にしたいのであれば、もっと逆にそっちに寄せるべきだと思うんですよね。ちょっとジャンルが何かわからないなぁと思ったのが一つと、もう一つがプロを目指して書いてるのかそれとも趣味でいいのかっていうところです。自分のライフワークとして書かれてるのであれば誰にも文句言われる筋合いないので、僕このままでいいと思うんですよ。だけどプロになりたいとか、ウェブで自分の漫画を売っていきたいとか、お金に変えていきたいと思ってるのであれば、今僕が言ったような画力っていう面でアップする必要があると思うんですよ。ちょっとこのままじゃ雑というか、ウェブで発表するのであれば編集部っていうところ通さなくても発表できるので、このままでも絵を描かない人から見ればそんなに下手に見えないと思うんですね。だけど漫画雑誌に載ろうと思ったら、紙面編集部っていうところを通してプロになろうと思っているのであれば、画力っていう面では注意されると思います。このままではお金がもらえる原稿になってないというか、背景とか体とかさっき言ったような全体のページのクオリティを統一させるっていう部分ですよね。自分が描いている漫画はプロを目指しているのか、それとも自分の趣味で描いているものなのか、そして読んでほしいのであれば誰に読んでほしいのか、誰に自分の漫画を応援してほしいのかっていうところを意識して書かれると、もっとレベルアップすると思います。たこ焼き丸さんね、まとめると今のままでも十分漫画力っていうのは高いものを持っていらっしゃると思うんですけども、さらにここからレベルアップしようと思ったら、この漫画は何のために書いているのか、そして自分の漫画をどういう人に読んでほしいと思っているのか、そして全体の画力を上げること、背景とか人物の体とか全部のページに仕事のクオリティっていうものを安定させること、それらを意識することでもっとうまみえすると思います。あなたの漫画はもっと上手になります。漫画原稿を書くヒントにしてください。ハヤトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。